はい、どうも、漫画自伝プロデューサーの荒井源治です。みなさんこんにちは、荒井源治ですよ。はい、今日はですね、タイトルがビジネスを大きくする方法というタイトルでお話をさせていただこうと思います。まあ、ビジネスを大きくする方法ね、まあいろいろね、思いつくとは思うんですけど、実は大きく分けてたった3つしかないという事実があります。たった3つです。はい、で1つずつ紹介していきます。1つ目がですね、クライアントの数を増やす。クライアントの数を増やす、お客さんの数ですねを増やす。2つ目がクライアント1人の平均販売額を増やす。まあ、居酒屋さんとかで言うと客単価とかで言いますよね、客単価。で3番目がですね、クライアントが購入する頻度を増やす。まあ、言うたら来店してくれるとかっていうことですね。はい、来店頻度を増やす。まあ、そういう感じになります。で、まあ、もうちょっと詳しくですね、お話しさせていただくと、まあ、数字でちょっと言いますとね、まあ、例えばなんか、どうしようかな。いい感じの、まあ、雑貨屋さんとかでもいいかな。雑貨屋さんとかで、例えば、よく来てくれるお客さんが100人いますという感じです。そして、1回来てくれると1万円買い物をしてくれると、平均的にお客様が平均1万円買い物してくれる。そして、年に2回来てくれるというような計算式で売上を出した場合、だいたい200万円になります。200万円。そして、まあ、この各部門3つのね部分を、まあ、10% ずつじゃあ上げてみたら、まあ、どういう変化が起きてくるのかっていうところなんですけど、まあ、10% 上げると、110人ですね。110人、まずお客様クライアントの方が10人呼ぶと。そして、購入額をですね1万1000円にする。1万1000円です。そして、年に来てくれる頻度をですね 2.2 回、まあ、ちょっと来るかなみたいな、ちょっと行こうかなみたいな感じですね。でそれを計算式に当てはめますと、先200万円やったのが、まあ、この 10% 各部門アップさせると266万円になるんですよ。はい、実質200万円からすると 33% ぐらいの売上のアップというような計算になります。はい、不思議ですね。 10% しか上がってない、まあ、全部 10% 上がってるんでね、まあ、そのぐらいになるんかなというところなんですけども、まあ、どれか一つにね固執してこうやって上げていくっていうのも、まあ、すごく大事ですよ。でも例えばよく話で聞くのは、集客ぶわー頑張ってんねんけど、人手が足りなくなると、集客うわー頑張ってんだけど人手足りなくなると、で人雇うと、で人雇うとその教育とかにも時間かかるでしょ。教育せなあかんってなってもう時間かかったりとかして、でもう忙しいと、何しか忙しいで、まあ人雇って人件費にお金取られて、で客単価も低いから売り上げもそんなに上がらずみたいな、あ忙しいだけみたいなっていうの結構聞きます。じゃあまあその集客だけ頑張るんじゃなくて、自分のお店の単価ってどうなんだろう、適切なのかなっていうのを見てみたりだとか、じゃあ他と差別化、ブランディングちゃんとして、単価を上げてみようとか、人とは違うことをサービスにして上げてみようだとか、年にね何回、まあ例えば2回しか来られないんだったらそれを3回にするにはどうしたらいいだろうっていうのを考えていくと、まあ集客以外の方法でも時間を作る、自分たちの時間を作って人件費、まあ、人を雇う以外の方法で売り上げを上げていく方法っていうのはありますので、まあ、これを一回ちょっと参考にしてですね、ご自身のビジネスに見ていただけたらなと思いますという動画でした。はい、ありがとうございました。今日は、こんな感じで終わります。ありがとうございました。